テーマパークに来た気分で登場するファイナルファンタジー15のアーデン・イズニア。テーマパークに来たみたいだぜ。テンション上がるなぁ。YouTube のチャンネルのあの画像でご覧いただいている方はもうご存知かと思われますが、ルミナスタジオというか私、ついにローランドの VT4 を入手いたしました。作戦 VT3 を手に入れたのは、動画でご紹介されている、しているとは思うんですけども、いろんな問題がありまして、VT4 をベースに、声を作っていかないとならんということで導入をいたしました。1月の、元旦の動画でね、ご覧いただいた通り、私もバビ超えを目指すということでもございまして、VT4 が必要になってまいりました。果たして、どんな感じの声が出るのか楽しみでございますね。まずはセットアップの様子をご覧ください。来たぜー！ローランドのボイストランスフォーマー VT4 でございまーす。いやー、3ヶ月ぐらい待ったね、3ヶ月ぐらい。長かったぞ。オープンでございます。はい、アイラ、このロゴマークよ。はい、あー出てきました。小さいね、こんなにスリムになっちゃって。あら小さいね。いいぞ、持ち運びができる、完璧や。さあ、こちらが VT4 本体でございます。こっちにあるんですけども、 VT3 と違って作りは全部プラスチック感かな、なんかそれっぽいですね。表面もちょっとプラスチックになってるみたいです。そこら辺はちょっとね、機材的にはダウングレードしたとは思うんですけども、機能は全然違います。圧倒的にアップグレードしてるみたいです。さあ、2つ並べてみました。こちらが VT3、 こちら VT4 でございます、ね、大きさから見てね、だいたい3分の2ぐらいにスリムじゃないね、シェイプアップしているということで、デスクのスペースもかなり節約できるんじゃないかなとは思います。まあ見た感じそこまでレイアウトは変わってないんじゃないかなとは思うんですけども、メモリーは4つに増えて、音響機器としては、なんだろう、いろんなパラメータを保存しやすいという点ではなかなかいいんじゃないかなと思います。で、これまでこのダイヤルノブ、 VT3 のダイヤルノブのところは、モードを切り替えるためのものだったんですけども、VT4 からはオートピッチの強度を決めるノブになっているみたいです。さあ、フロントのパネルをチェックしてみましょう。こちらに関しては相変わらず、イヤホンとマイクのイン 3.5 ミリジャックがついております。こちらも同じようにマイクと 3.5 ミリジャックそれぞれがありますね。で、それだけじゃなくてラインアウトの切り替えとファンタムの電源はこっちのフロントパネルの方に移っているみたいです。続いてリアパネルでございます。マイクのイン端子は真ん中の方に動きまして、VT3 の頃は一番端っこについていたんですけども、真ん中の方に移っております。そしてラインのインとアウト、こちらに関しては、1系統で同じですね。左側ステレオで接続することもできますし、モノラルとバイパスに分けることもできます。そして興味深いのはミディイン端子があることですね。 VT4 からは新しくミディ端子が追加されております。ミディケーブルか、ミディケーブルなんて今の人たちって使うのかな。まあ現役の音響を使ってる人だったら間違いなく使うんですけどもね、 DTM 上で使うっていうのはあんまりなさそうな気がする。あれかな、ペダルに使うのかな。さあ、購入した後はまずは、VT4 のファームウェアのアップデートを行うんですけども、ファームアップについてはローランドの公式サイトを、ご覧いただいてチェックを行ってください。で、一回電源入れないといけないのか。詳細設定っていうことで、
VT4 の機能をいくつか変更することができるようになっております。まずは電源を切ってロボットボタンを押しながら電源を入れる。マニュアルボタンが点滅します。点滅してますね。で、キーつまみを回して設定するパラメーターを選びます。と、マグロちゃんのピクシブファンボックス曰く、C シャープ。C シャープに合わせて、パラメーターを設定。これを押すと、ハーモニー。VT4 の、仕組みとしては、その、想定外の入力音声が入った時にこのボコーダー機能を一時的に切るっていう瞬間的に切るっていう機能がありまして、でこれ音響っていうか音楽制作の時にはとても便利なんですけど、ボイスチェンジャーとして使う時は非常に難点なんですね。でそれを意図的に切るっていう機能がここで有効になります。これで完了したらマニュアルを押す。決定、再起動しましたね。ちなみにどのキーのダイヤルで、どの機能を設定することができるのかというのは、現在のウェブで公開されている最新の説明書で詳しく書いております、ね、任意の機能を変化したい方はこちらで調整をしておくといいかもしれません。そしてこちらが VT4 を通して、いろんなプラグインを使って、この状態の声を出しております。いかがでしょうか。意外にいい感じの声が出ているんじゃないかな。まだ練習も何も始めていないんで、この状態でこれが出るっていうのは なかなかいい評価なんじゃないかなと思います。ここから私自分の声をね、ボイストレーニング出し方を含めて練習をしていってしっかりと形になった声を出していくということになります。果たして長続きするんでしょうかね。まあでも声はねインストールするものでございますから、必要になったら入れ替えて、必要なかったら元に戻すといったようなね、こともできるようになっております。そういう時代なんです。